もおはようございます。速稼塾の久保です。じゃあ今日もね、相場解説していこうと思います。本日はね、全時間上昇トレンド中なんですけども、その考察をしていこうと思うんですよ。まあ全時間の全の字が違いますね。これね、全部と書くところだったんですけども、これは一体、ちょっとここでね修正させてもらいます。時間がちょっともったいないと思っている方申し訳ありません。全、あら、はい、こうですね。全時間軸、その考察でございます。はい、これでいかがでしょうか。まず日足なんですけども、今ご覧いただいているのが日足なんですが、日足の上昇トレンドっていうのはどういうふうに見るかっていうと、この安値切り上げ、高値切り上げですね、こういうふうに徐々に上がっているところですね。こっから来てこうでしょ。でまだここは安値が出てませんけども、もしかしたらここで安値なのかもしれないですよね。で昨日はこのローソク足がなかったんですけども、ない中で陽線に切り替わるっていう風な説明をしました。その根拠は昨日もうお話してますんで、ここではもう言いませんけども、このままでいくと本日もね陽線が出て、で陰線も途中挟むかもしれませんけども、ここの水準を超えたところに高値がまたね出てくるんではなかろうかと思います。まあそうなったらなったで、今度ね145円の水準、特殊レンジのところに入っていきますので、まあアッパーはもう決まってるんですけどもね、まあでも今は上昇トレンド中なんではなかろうかっていうところが見えますね。まあ下落トレンドに入ってないですね、どう考えても。はい、まあ横ばいに入る可能性はありますよ。横ばいに入る可能性はあります。これは言っとかないとね、こういうふうな横ばいに入る可能性はありますと。ただ上昇トレンドの根拠がないでもないかなっていうところです。で、4時間ですけども、4時間はまさに、安値がこういうふうに切り上がってるところで、高値も切り上がってるところね、上昇トレンド、まあ見て取れると思います。こういうふうな形ですか。まあ一方的にね、こんなふうに上がっていくような綺麗な上昇トレンドっていうのは、相当な国際情勢がない限りは無理ですけども、今テクニカル的に緩やかにギザギザしながら右肩上がりになってるところじゃないですか。そして決定的なのがね、日足なんですけども、日足はものすごくいい形になりました。というのが、こちらのね2つのポイントを結んだ線を超えたからなんですよ。で超えてからというものをこの線にリタッチしてないでしょ。で昨日はこの辺りから相場解説始めましたけども、ここに、三平が出てですね、三平の後ここにも三平四平が出てるでしょ。で反対に下落を示唆する陰線ってのがもう見られないわけですよ。単体では存在してますけどもね、ここにも2本ぐらいが関の山で、やっぱりこう上昇トレンドや下落トレンドってのは3本以上がね示唆することが多いですから、その3本が出た時に気をつけないといけないんですよ。まあもう一回言いますよ、これ大事なとこですね。なんかさらっと言ったけども、陰線でも陽線でも3本以上が方向性を強く決めますから。ですんで3本同じ方向の陰線とか陽線を見た時に、あ、これはもしかしたらこの方向にしばらく進むんじゃないかなと思っていただいていいと思います。ということで今回はね、三平と四平がこういうふうに立て続けに出てますんで、そしてここのラインも超えてますんで、今日も上昇で取れるんではないかなっていうところですね。うん、他下落の根拠ってのは特にないんですよね、今のところね。下落の根拠があるとしたら、再度何かの事情でここを下抜けた時に、こういうふうな形で N を作った時ですね。この場合は戻り売りになりますから、セルで入れることになると思います。ただまあちょっと考えにくいですけども。はい、それでは最後に材料を見ていきましょうか。材料はこれですね。まあないんですよ、はっきり言って。8時半に弱いのがありますけども、大きく影響しません。14時にもありますけども、大きく影響しません。で、夜も23時にアメリカがちょろっとあります。こんな感じで火曜日は割と自由ですね。水曜日もあまり強いのがありませんから、あ、全然ないですね、水曜日ね。材料自体が少ないです。だから木曜日の夜までね、これが CPI が出るまではテクニカルでやっていけば良いということになります。それでは今日もテクニカル、バイの方で取れればなっていう感じです。